どうも、コネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はデートアライブ見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後、スタートです。はい、始まりました。来ました、同人誌即売会コミックコロシアム。おお、ニアももう書き終えて、どうなんだろう売れ行きは。そしてこっちは、あ、てか隣、あららららら らなんかいろいろ準備して、おお、いいね。バニー、これ手作りなの、しかも。いいね、バニーか。いいんじゃない。ここに来る人たちみんなああいうの好きだもんね。最高だよ。で、その作った内容がすごい気になるな。やっぱあの指導たちの方の同人誌は。夏美がね中心となって作ったから、やっぱ夏美が経験したことをこう元にして作ってるような感じだったりするっていう予想をしてるんだけど、出てきてくれるかなっていう、そもそもその内容がどういうものなのかっていう。前回のねラストでちらっと絵が映った時に、今出てたあの夏美の姿にそっくりな女の子が出てきてたから、きっとそうなんだろうなっても思ったし、この、あの金髪の女の子さ、多分新キャラだよね。いつ出てくるんだろう。で、くるみがね、裏でいろいろと動いてる、それも気になる。やっぱ資源の精霊を倒すために、いろいろと動いて、前回なんかニアのねラジエルに頼って、結果まあ倒すことができないっていうところまで情報を得てたから、ニアはクルミに普通にラジエルを使ってあげたんだね。なんか交換条件とかあったりしたのかな、どうなんだろう。うわー、これはいっちゃうよね。どう？ああ。どうだ？買うよね。500円だったら買うよね。こんなに推しの勢いで来られたらさ、絶対買うよね。ああ。いいね。家具屋。譲る。あ、レイネさんだ。うん。レイネさん、あ、みんな来たんだ。ラタトックスの。桜。あ、来てくれたじゃん。友達も。文字引くわ。優しい。そうだよ。その主人公がもうさ、指導じゃんこれ。お、ラタトクスのこと書いてんの？精霊とか。いいね。500円だよ。もう欲しいんだけど、普通に。あ、森が。呼んできたんだ。めっちゃあると思うよ。気のせい。そうか。ああ、はいはいはい。あ、そういうことになってんのね、今。
ああ、一箱だ。うん。まあね。なかなかに厳しいです。お、何？これはすごい。よし。集まるんじゃないか、早い。こりゃ、もう、一気にぐっしょ、5箱ぐらい。うん。肉。さすが。ねえ。うん。いや、いいね。拍手して。うん。うん。そうだね。この勢いなら追いつけんじゃない？ああ。あ、前回眼鏡かけてた人かな。ああ、そうだそうだそうだ。 なんか昔一緒に働いてたみたいなこと言ってたよね。うん。何この様子は。調整ねえ、気にしてたよね。なんだろう。ああ、なんか切ないんだけど、ちょっとあの小生かわいそう。あ、そういうこと？うん。ああ、そういうこと。うん、図星だったと思うけど。二人。確かに指導は慣れてる。さすが指導。経験豊富ですからな。よし、いけいけ。お、同時だ。同時ぐらい。うん。引き分けか。やったね。どうでしたか？もう指導の物語なんだ。
そうなの。あ、見るんだ。こうやって見れるんだ。これは響くんじゃないか、ニヤに。友達。いやー。よし、やったぜ。あともう一回もらいましたね、チャンスを。なんだ、うえ、目の色が、うわわわわわわ、なに、うわ、警報だ。あー、え、反転、いきなり、なんで、うわー、うわ、反転した。え、なんで急に、なんなんだろう。え、なんかあったっけ。え、前回のくるみ違うよね。いや、わからん。あ、DM の、1話のあの実験のことか。え、そんなことが。わざと忘れさせたんだ。うわー、そういうことか。なんてことを。え？誰？うわ、やばい。魔王の一部。いやー、ここで戦闘が。あー、折り紙も。うわー、エレンさんが、エレン、魔王の力って、よし、でもニア強そうじゃない？だってなんか
ああ、重力、重力魔法か。魔法っつっちゃった。ああ。うお、やるね。いや、やっぱいいね、戦闘シーン。ああ。え？なんで逆にやられて、やられちゃってんじゃん。うわあ。自分が放ったやつ、食らってんね。未来記載。やべえ。ニア強すぎる。すげえ。何？ああ、そうなの。よし。ちょっとちょっと、ニアやばくない？お、一瞬。ちょっと、アルテミシア。え、てか、あ、え、ニアの何それ。ここに来た。うわぁ。霊力結晶。何それ。取り込んでんじゃん。何？どうなんの？いやいやいや、急に。使ってんじゃん。うわー。輝き。何ちょっと。おう、どうか。取り込むって何？これみんなの中にあるの？反転するとクリファってのが中に出来上がるんだ。そうなんだ。ニアのそれが取られちゃったの？意識はあるね。ああ、そうだね。よし。
相手も受け入れないといけないもんね。おお。わあ。いやー、ニア。いやー、ちょっと急展開だったね。前半同人誌即売会で結構ギャグパートだったのが、後半一気にバトルになった。しかも内容がシリアスだったね。なかなかにニアが急に反転したと思ったら、何その反転すると中にそのなんだっけ、クリファとかっていうなんか核っぽいのができて、それをこうあのさっきの人がこう中に取り込んで、何魔王魔王って言ってたけど、何魔王って。でそれがもうみんなもそうでしょ、トーカたちも反転すると中に今回のニオとニアと同じように同じのができて、それをあの人が狙ってるってことだよね。へえ、そうなんだ。てかニアがもうあれだね、封印できたから、まあ少なくとも敵ではないんだ。まあ今までも敵っていう感じじゃなかったけど、うん、だからみんなと同じように一緒に過ごすような感じになるのかな。それともあのクルミみたいにまたなんか距離が置かれるっていうような存在になるのか。何 C パートあるじゃん、初日の出。ああ、ニアが車椅子で、うんうん、あ、そうか、うん、いや本当にさっき超切なかったからさ、会ってほしいわ。うん、うん、ラジエル30年、うん、そうなんだね。そうそうなの、こっからこの前だね。うん、本当だね、折り紙。うん、そうなの。それは初耳だぞ。うん、あ、新たな精霊だ。戦う。また新たな精霊が出てくる。ニアのに続いて、あのさっき、あの金髪の子だね、オープニングにいる。ていうか何、精霊ってもともとみんな、もともとは人間だったの。それは初耳なんだけど。はい、ということで、同時視聴いただいた方、ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。